サッカー J3 のアスルクラロ沼津がピンチですホームスタジアムの設備が J3 ライセンスの基準に適合せずこのままだと来シーズンのライセンスが取得できない恐れがあります来月の開幕を控え練習に励むアスルクラロ沼津の選手たち 選手たちの思いとは裏腹にクラブは今深刻な問題を抱えています弊社クラブとしては何としてもその J3 ライセンスは支出したい今日午後に開かれたアスルクラロ沼津の記者会見経営陣が訴えたのはチームの危機です今私が歩いているこのフィールドは普段 我々アスルクラロヌマズがシーズンを通して戦っているフィールドです。そしてあの照明、この照明が現在は500ルクスしかありません。アスルクラロが抱える危機とはホームスタジアムアシタカ競技場の照明設備です。現在アシタカ競技場で使われている照明の明るさは。 500ルクスですが、J リーグが求めるのは3倍の1500ルクス以上。来シーズンのライセンスを申請する今年6月までに、改修することを確定していなければ、ライセンスが取得できず、J リーグを退会しなくてはいけません。勝敗で負けけてすするなら分かりますけれども設備が ないために降格するというのは非常にやはり耐えられないことですので何としても東部地区の火を消したくないというその思いだけです県東部唯一の J リーグクラブを存続させるために何ができるのか照明回収費用のかかるものをクラウドファンディングで今集めようという取り組んでいますその返礼品の中には 非日常的な体験ができるホームゲームに来ていただいたときに、試合前に選手と一緒に写真を撮れるものを用意しております回収費用およそ1億円のうち、3000万円をクラウドファンディングで募ることにしました。コースはは万万円円から15万円まで返礼品の中には ホーーームムゲののセレモニーに参加できるものもあります。何が何としてでも、まあ皆さんにね、協力していただいて、クラブとしてもー絶対に J リーグには残らなきゃいけないなとホームタウンの沼津市も、アスルの力になろうと動き始めています。 沼津市の方で、ふるさと納税の法人さん向けの制度を活用しまして、アスルクラロさんへの,その支援という形で、企業版ふるさと納税を既ですで、ね、に仕組みとしては整えました沼津市が始めた企業版のふるさと納税。市外に本社を構える企業なら、誰でも支援することができます。 スタジアムの問題を乗り越えるっていうところが、そのクラブの次のステージに進むっていうところの,あの一つの転換点になると思いますので、将来的なこう地域のために、なんとか J リーグでやっていければというふうに応援していますスタジアム問題について、アスルの選手は。 まあ選手がまず結果を出して、まあ、6月ですかね、そういう時期までに、えー、少しでもいい順位にいることが、一番、なんだろうな、クラブの危機を乗り越えられるのか、地域の結束が問われます。